フー -16 アルバトロスアメリカ空軍のフー -16、B ーフスー -16 は、アメリカ合衆国のグラマン社が開発した、レシプロ創発の水陸両用飛行艇。愛称は、アルバトロス車内記号 G-64 マイナス。第二次世界大戦中に活躍した、JRF グースの後継機である。当初アメリカ海軍から JR2 階の名で発注され、また、 ほぼ同時期にアメリカ空軍からも SA-16 として発注された。その後海軍では1955年に JR カテゴリーの廃止に伴い UF-1 と解消された。1962年のアメリカ3軍の軍用機故障統一の際に空軍型も合わせて風 -16 となった。 空軍の SA という機種記号は本機にのみ使用されたもので S は捜索救難 A は水陸療養を表す16という番号は空軍独立時に廃止された OA カテゴリーの番号が15まで進んでいたのを引き継いだものであるアルバトロスは墜落したパイロットの救出任務に当たるため陸上でも外洋でも運用できるように設計された その深くて長い V 字断面の胴体は、波浪状態の海面への着水を可能にしていた。SA-16A は12台の単位化を収容することができた。SA-16A は、アメリカ空軍に300機近く納入されたほか、相互防衛協定に基づいて、諸外国へも供与された。1953年、グラマンは水陸に加えて、雪上。 表情でも運用できるように、胴体とフロートの下に装着するスキーを開発した。これは1機の SA-16A で、テストされた後、127セットの変換キットが、空軍に納入された。1955年には主翼を16フィート6インチ、延長し、尾翼も拡大した G-111 が開発され、SA-16B として採用された。 これは高速化と、高速距離の延長、それに、肩発停止時の操縦性の改善を図ったものだった。SA-16B は1956年1月16日に、初飛行し、在来の SA-16A も、B 型に改造された。海軍型は1955年に、JR カテゴリーがなくなった後、UF-1 と称したが、 1957年に空軍の SA-16B への改造と同様の改造を行い UF-2 と称した。海軍型 UF-1 の沿岸警備隊仕様を UF-1G というが、これもそのうち34機が改造され UF-2G となった。沿岸警備隊では空軍からも37機の引き渡しを受けており、 これらは1962年に風 -16E となった。1970年にコンロイエアクラフト社が本機をロールスロイスダートエンジンに換装したコンロイターボアルバトロスを提案したが試作一機のみにとどまった。アルバトロスの最大のユーザーはアメリカ空軍の救難部隊であった。アメリカ空軍は朝鮮戦争で広範囲に SA-16 を利用し、そこで、本機は頑丈で、海上に向いた、航空機としての評判を得た。さらに、翼を延長したタイプの風 -16B は、ベトナム戦争でも、救難任務に使用された。風 -16D は、アメリカ海軍でも、捜索救難に使用された。また、本機は、アメリカ沿岸警備隊でも長年にわたって使用された。 海上自衛隊で使用された UF-2 日本では海上自衛隊に6機の UF-2 が1961年10月3日に供与され大村航空基地に配備された。愛称は仮金。UF-2 は PB-6A、JRF-5 の後継機として救難及び連絡機として使用された。その後、US-1 が実用化され、 1976年3月21日に全機体液した。なお、一機の UF-1 が追加供与され、日本での飛行艇開発の参考とするため、新名和工業において、改造の上 UF-XS として PS-1 飛行艇のためのデータ収集に使用された。この時、一時的に PF-1 という仮称が与えられた。 遭難の自衛隊機発見北海道、日高の山中で、日本経済新聞昭和40年8月2日15面。ありがとうございます。